上智智子子さん、はい、日本共産党の上智子でございます、えー、とまず法案の質問に先立って TPP 問題ですけれどもあの17日、政府の TPP 交渉に関する業界団体の説明会が非公開で開かれるうことが報道されておりますけれどもこれはあの一般国民向けの説明会はないとでパブリックコメントも予定されていないということであのなぜ非公開なのかね。 そしてこういうパブリックコメント、国民の説明というのは当然やるべきだと思いますけれども、まずこの点について、農水大臣に伺います。林農林水産大臣。えー、これはあの先ほどお、平山先生のときに少し触れましたの、TPP 政府対策本部というところがございます、でここで説明会をやると、こういうことで、えー、ございます。 であの各分野に関心利害、知見を有する関係団体を対象に説明を行って、意見を言っていただくということで、えー、で今お話があったように、あの情報提供ということが大事でございますので、この説明会で政府が使用する説明資料等はです、ね、広く国民に情報を提供するために、対策本部のホームページに、えー、掲載をする予定にしております、また別途他の団体等からも意見を聞くことも検討されているということを聞いておりますので、 で我々といたしましてもしっかりとこの農業者農業者団体等々また水産林野の関係の方にもですね丁寧な説明それから情報提供を行っていきたいと考えているところでございます上智子さんあのそういう説明会非公開じゃないんでしょうか広く一般の国民も含めてね参加できる要請あれば参加できるようになっているんでしょうかそこのところ今お聞きしたんです 林農林水産大臣。これは、あの、申し上げましたように、あの、関心や利害を有していらっしゃる関係団体を対象に説明を行ってですね、で説明する方は、あの、どなたでも見られるように掲載をするということで、えー、ございます。で、今度は、その、その団体のご意見を聞くと、 いうところはです、ねえー、まあこういう説明会で、えー、じっくりやるということで、まあ、こういうふうにしておられるんだろうとこういうふういふに思いますいずれにしても対策本部の方でおやりになるということで詳細は対策の本部の方にお聞きいただければと思います上智香さん、まあ、業界団体で、ね、そのやり取りする場面というのはあの当然必要ですけれども一般の国民の皆さんも含めて、ね、説明の場所を作るべきだし、まあ、野田内閣のときにも情報公開がされていないと。 で国民に納得いくようなことがされていないということで批判があったわけですしあのやっぱり当時は野党だった自民党さんからもですねそのことに対する批判も多く出されてたと思うんですよ。それでやっぱりあの徹底してですねその国民に説明する機会と意見やり取りできる場所を設けるべきだしあの民主党政権の時にもやったその説明会というのはあの農水省の側から政府の側からの説明が一方的であってあの疑問とか質問出されてもちょっとしか時間が取れなくてね。 相当批判もあったわけでそこはですねこの先随時やっぱりやっていくと説明の会を設けていくということをぜひおやりいただきたいっていうことを申し上げたいと思いますちょっとこれに対しても一言お願いします林農林水産大臣あの大事なことでございますので政府対策本部の中でですねどういうことができるのかあの情報提供の観点からしっかりと検討してまいりたいと思います 上智子さん、はい、それではあのハサップ法案について質問しますで厚生労働省にです、ね、この間ハサップを採用している企業の過去10年間の食中毒事件について報告を求めたところありませんでしたというあのことだったんですねしかし2008年に大手食品企業の伊藤ハムのこ東京工場であのウインナー製造に使われる地下水からシアン化合物が検出されて、まあ、それでも、ね、1か月間製造を続けた事件が起こりました。 ハアップシステムではこれ食品加工に使われる水というのは重要な監視ポイントになってでその監視ポイントに異常が見つかれば直ちに食品製造を中止するということがこれはあのハサップシステムの大原則ですですから、伊藤ハムという大手企業がです、ね、これハサップシステムの基本原則を理解していなかったということなんですね。でハ a s ップシステムというのは衛生設備を導入してシステムを作れば終わりということではないわけです。まあ、絶えざる点検と、 その検証が不可欠なわけで果たしてどれだけそのことをです、ね、あの理解してもらえているのかというふうふに思うわけですねでこのシステム導入の企業に対する指導体制がどうなっているのかあの最初にちょっと厚生労働省と農水省それぞれ簡潔でいいですからお答えください新村厚生労働省食品安全部長お答えいたします ハサップを導入いたしました食品衛生法上の総合衛生管理製造過程の承認施設に対する監視指導でございますが、えー、国の地方厚生局の方では、3年ごとの更新時は必ず、また必要に応じてその間も立ち入り検査を行って、立ち入り調査を行っております。 また施設を管轄,管轄する都道府県におきましても、毎年度、監視指導計画を策定して立ち入り調査を行っておりますが、まあ、この総合衛生管理製造過程を実施している施設に立ち入る場合には、それが確実に実施されているということを確認することとしております。まあ、今後とも適切な指導を行ってまいりたいと考えております。梶谷農林水産副大臣。 パスアサップは職員製造工程において継続的に監視記録を実践することが最も重要であります施設や体制を整備するだけでその目的が達成されるものではありません取り組む条項のフォローアップが必要であることは上先生ご指摘のとおりでございますこれまでも研修等を通じて 日々の取り組みの重要性の周知を図ってきましたけれども、反省を踏まえまして、今年度から専門家を派遣し、ハサップ導入状況のフォローアップを行い、改善点の指導等を行う取り組みに対して、支援を行うこととしたところでございます神智子さん。あののののでですね、えー、とこの伊藤役員からの聞き取りで あの明らかになったもう一つの問題点があってですねこのハサップマークがないと営業ができないあるいは作っても業務用にしか売れないという営業部門からそう言われるんだという,う認識があったわけですで結局、売り上げを上げる活動の道具としてこのハサップが扱われるという現実があるとで食品産業センターでもですねこれあの対外的に認証取得を PR したいという理由だけで ハサップの認証を目指すっていうのは、これはかえって自社を危険にさらすことになりかねないんだっていうこともね、言っているわけです。それで、まあ農水省としてこういうハサップの取り扱いがなされないようにね、えー、まあ対策を取っているかということについてもちょっと一言お願いします。稲津農林水産大臣政務官。はい、えー、お答えいたします。あのまあこのハサップの認証取得がですね、えー、具体的にまあどういう影響あるかということについての中で。 議員から今ご指摘の、まあ、PR にです、ね、利用されるだけじゃないかとそういう側面がないかというあのご質問でございますけれどもこれはあの、えー、一つあの、えー、農水省が実施しました、えー、調査のことを一つ例にとって、えー、ご紹介させていただきたいと思うんですけれどもあのこの調査によりますと、えー、ハサップ導入の企業のほとんどが、まあ、ハサップの導入効果として品質、安全性の向上 それから従業員の意識の向上、これは非常に高く95%、また75%と回答いただいております、まあ、こうした結果から見ても h、ね、ハサップを導入した企業、これが食品の安全性の向上、衛生、それから品質管理徹底、こういったことであハサップ本来の目的を実現できるようにあハサップに取り組んでいただいているものと。 ここのように認識していいるところでございます、えー、それであのその上で農水省としてのお取り組みのことについて簡潔に申し上げたいと思いますけれども、まあ、このハサップ本来の目的をやはり実現するということが一番大事なことでございまして、えー、そのためにこの高度化あ基盤整備の具体的内容をまあ有識者また業界関係者にもお交えてですね検討した上でその普及を図るそれからあの一番大事なポイントとしてこの人材の育成研修 それから専門家を製造現場で派遣する、まあ、こうしたあのソフト面での、えー、支援もです、ねえー、しっかりやっていくとこのようにしているところでございます神智子さん h、はいまあ、ハサップの導入がです、ね、先ほども議論になっていましたけれども通商あの中小企業に進まないというのはある意味当然とも言えるわけですなぜかといえば本来このハサップっというのは衛生設備の問題ではないわけですよね衛生設備の問題ではないのにそれがセットになっていると。 それからシステムについても当然監視要員が必要になるので人件費がかかるとであの別にハサップを導入しなくても食品衛生法上,は法上は何ら問題はないとで本来です、ね、ハサップを導入するかどうかということではなくて大事なことは食品衛生基準をどうきちんと守るかということがすごく大事なことでそれをきちんと守っている企業が、ね、さらに衛生水準を上げたいと。 あるいは輸出する際に相手国がハスアップ対応しなきゃいけないっていう場合にね、それを導入するっていうことになるわけでとにかく、もうシャニウムにです、ね、あの自己目的化してね、それをやらなきゃいけないってことではないと思うんですよね、でその点、ちょっと厚生労働省、いかがでしょうか。新村食品安全部長。 あのご指摘ございましたとおり、食品の安全性につきましては、現行の食品衛生法に基づく規制によって、基本的には確保されているというふうに考えております。一方、ハサップという手法ですが、これは国際的にも食品衛生管理の手法として推奨されているものでございまして、欧米をはじめ各国でまあ義務化しているところもあり、また導入が推進されていると承知しております。 厚生労働省といたしましてもサップはこは食品製造施設等における衛生管理の手法として有効と考えておりますので、えー、総合衛生管理製造過程の承認制度を設けておりますほか、 監視指導の上でも食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針といったものを設けてこの中で講習会の実施など導入推進を図ってきたところでございますただ、中小企業におきましてはご指摘もありましたように人材の確保とか 施設の整備とか、まあ、困難な面があるということも承知しているところでございます、まあ、こういった中小企業も含めまして、h、えーまあ、ハサップといった手法について、まあ、事業者に分かりやすいガイドラインを作成して、周知していくといったことも取り組みも考えておりますので、えー、中小企業の中でも導入可能な施設からハサップが普及されているということを期待しているところでございます。 上智子さんあの自己。自己目的化すべきではないという,ふうに、ね、今、言いましたけれどもあのそれで最後、大臣ですね、この問題であの法律があるからといって自己目的にハサップ導入を中小企業にしつけるべきではないという,ふうに思うんですがこの企業の自主的取り組みの中でやっぱりその当該企業が必要だと判断したときに支援をするというスタンスを、ね、あの保つべきだと思いますけれどもその点いかがでしょうか。 林林農林水産大臣あの今、厚労省からも答弁がありましたように、その段階的にできるところから、やっぱりやっていくということが大事でございます。あのハサップ自体は非常に有意義なものであるということは、まあ、共通認識でありますが、しかし、これを目的化してですね、とにかくこれ取ることが目的になるということではなくて、あくまで手段であるということは、まず基本的に抑えた上でですね、でなるべく 過去のまあ今までの実績、先ほど山田委員の時にも議論になりましたが、まあ、こういう実績ですから、やはりそれをこう今回はですね、2段階ということでやることによって、ですね、1段階目をやっていただくと、さらにそういう意識も高まってきて、じゃあやろうかと、こういうような段階的なまあ取り組みをやっていくということによって、ですね、自主的な取り組みを促していきたいと考えておるところでございます。上智子さん。はい。 ありがとうございます。それではですね、えっと、次あのあの、燃油の問題について質問いたしますそれで、まあ、先ほどもちょっとこれも話ありましたけれども、アベノミクスで円安が進んでこの燃油価格が高騰したとで水産庁として6月5日に対策を出して漁業用燃油緊急特別対策ということで発表されたわけです。 それで特別その発動ラインを設定してですね支援を行うということで発動ラインが燃油価格で1キロリットル当たり9万5千円とでこの水準を超えた燃油代の4分の3を国が負担するというのが、まあ、特別対策の柱になっているとであの、まあ、緊急支援を求めて5月29日に地方でも集会をやりましたしその前日は北海道でも集会あってそこにあの私も行ってきたんですけれれどもそれで集会決議でですね 急激な円安による燃油等の高騰が漁業経営を襲い自らの経営存続努力の域を超えて失業の断念のみならず廃業にまで追い込まれる経営体も出現しているとで今,を今を乗り越えていかなければ将来もないというふうに言っていて求められているのはその今を乗り切るという対策なんですよねそこでちょっとお聞きするんですけどもこの特別対策の発動ラインがなぜです、ね、1キロリットル当たり9万5千なのか。 なぜですね、例えばもうちょっと低い八万とかあの九万にな,ならなかったのかということについて大臣お聞きします。梶山農林水産副大臣。あの先ほども平山先生の方から質問がありました。あの漁業用燃油緊急特別対策の発動ラインについてですね、現行の漁業経営セーフティーネット構築事業の 半数の加入者の積立金が平成26年3月末に不定する価格水準、いわゆる AGU のーリッター当たり95円としたものであります。これらを踏まえまして、この特別対策は平成26年度末までの緊急対策として現行制度に加え、特別対策発動ラインを超えた場合には、 現行制度の加入者に対し、上昇分の4分の3を国が負担するとこ、このことが柱となっているところでございます、あのー。今はどうするんだという話が先ほどありましたけれども、先ほど、稲津政務官から話ありましたので、省略させていただきました、はい、上智子さん。 あのですね、漁業者はです、ね、現在の発動ライン1キロリットルだったらはあの8万円でも経営が苦しいとうう言っているんですよね。それで8万円から9万5千円の間でもし、この価格が推移した場合に漁業者の新たな支援があるのかと聞いたらこれはあの現行制度で行うという答弁になるんですけどもあのこれではです、ね、やっぱり足りない現行制度だと結局国と漁業者1対1なんですよ。ですよね。でこれでは足りないと。 それでですね、やっぱりその漁業者は今を乗り切る対策を求めているわけですで今の、の今回の対策でいうとそういう意味ではね、まだ十分とは言えないということなんですね。燃油の限界でいうと1キロリットルあたり6万円でももう本当に厳しいというふうに言われていてで漁業によってコストはもちろん違うんですけども、現行の8万円台でも大変だと。それで、 まあ、あのアベノミクスの円安によって生まれているこの燃油高ということですからやっぱり国がです、ね、そこは本当に責任を持って今を乗り切れるように、ね、あのさらにこうあの引き上げていくというふうにするべきではないかと思いますけどもこれについて大臣いかかがでしょうか林農林水産大臣。 えー、今お話がありましたように、あのー、上昇分の2分の1のところが現行の制度でございまして、80円、えー、という、まあ、今のライン、あの補填基準が75ですから、そうなっておりますが、で今回はこの95円に設定させていただいたと、で私、かねがね、異常口頭分についてということを申し上げてきておりました、でそれはですね、やはりこういうものは、1対1にしても3対1にしても、積み立てをしていただくと。 これに加入していただくということがベースでございます。で、あのそれをこうあの根底から変えますと、ですね今実際に積立金を払って加入されている方との公平性ということがどうしても議論になってくるわけでございまして、したがって異常口頭文を先ほど副大臣からお答えさせていただいたようなところに設定するとともに、ですねなるべく入っていただくと。これによって、うん かなり入っていただいているところと、まだそうでないところとです、様々な現場の状況もございますので、えー、先ほどご議論があったように、あの年度途中でいつでも加入してです、ね、四半期ごとにあのプログラムに入っていけるようにするですとか、それから初年度の,つあの積立金は全額利子を負担し、無利子にして借り入れで,できる、こういうようにしてですね、なるべく入っていただくと、えー、こういうことを併せてやっておるところでございます。 上智子さんあのもちろん入ってもらうようにするというのはそうだと思うんですけども今、現状では乗り切るのが大変だという現状があるのでね。 そこはですね、あの確か自民党さんの中でもですね、まだこれでも不足だからもっとあげようという話が議論されているのを聞いてますけれども、ぜひですね、そこは現場のね、皆さんの声をしっかり受け取っていただいて、さらなるあの検討を上回しをお願いしたいと思います。で、ちょっと時間なくなりますので、最後にですね、あの遺伝子組み換え問題で、あのお聞きします。で、未承認の遺伝子組み換えの小麦の問題なんですけれども、あの米国のオレゴン州でですね、未承認の この遺伝子組み換えの小麦が、えー、作付け地帯で自生していることが判明して大問題になっていてでこれについてのまず経緯について、ね、あのお聞きしたいのとちょっと時間ないのでまとめて2つ <laughs> 合わせて言っちゃいますけれどもそれは農水省に聞きますその,あの経緯についてですねそれからもう1つ合わせてですけれども厚生労働省にあの本来はこれ未承認遺伝子組み換え作物が実験施設から一般補助に類するってこと自体決してあってはならないことなんですね。 ですから、まあ、モンさんとかいかに、ね、ずっさんなことをやっているかということなんですけども、それが現にあったということは大量に遺伝子組み換え作物を輸入に依存している日本にとってもこれ重大なことでありましてあり得ないことがあったわけですからこれまでの監視体制を抜本的に見直すべきではないかと思うんですね。この点についいい、て、農農水水省省、と厚生労働省それぞれぞお願いしまます。稲津農林水産大臣政務官。はいま、ずあの これままでののについいてて私の方からあの説明させていただきますあのアメリカの農務省が、えー、アメリカの現地時間の5月29日ですかにあのオレゴン州の小麦農家の補助で、えー、米国側が国で未承認となっている遺伝子組み換え小麦の植物さが確認されたこと、えー、それから米国その他のいかなる地域においても販売や、えー、商業栽培が認められている。まあ 遺伝子組み替え小麦品種は存在しないこと、まあ、これを公表したわけでございますこれに対して当初からはアメリカの,この政府に対してより詳細な情報の提供を求めるところでございますけれども、まあ、現時点において追加的な情報の提供はまだ行ってないところでございます、まあ、このような状況の中で農林水産省として念のためオレゴン州で生産される小麦で我が国は輸入される可能性が高い いわゆるアメリカ産のウェスタンホワイトおよび飼料用小麦の入札、これを5月30日から暫定的に取り止,め止めているということでございまして、売り渡しを停止したところでございます<上>新村食品安全部長、答弁は簡潔にお願いしますわ、はいえー、が国で安全性審査が終了していない、こういった遺伝子組み換え食品の輸入防止は、まず輸出国におきまして、きちんとお栽培管理を行うことが 適切と考えます、まあ、その上で厚生労働省といたしましてもお国内外の関係情報を収集して、えー、おりまして、えー、このような安全性審査が終了していないものが、えー、混入が発見された場合には 詳細な情報を当然収集いたしますし、その上で検査方法を策定し、必要に応じて輸入時の検査方法体制を確保するなど、おワが国に輸入されることのないようにですね、えー、迅速かつ適切に対応することとしておりまして、まあ、今回の問題につきましても農林水産省と連携し、まあ、米国における調査結果も踏まえまして、えー、必要な適切な対応を取ってまいりたいと考えております。はい終わります